ルネジラールは、フランスガール県、ボベール出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。現役時代は、守備的ミッドフィールダーとして、ニームオリンピック、FC ジロンダンボルドーで活躍。フランス代表としては、1982FIFA ワールドカップのメンバーとしても選ばれている。現役引退後は指導者に転身し、 フルス、ニームなどで実績を積み、1998年から2002年まで、フランス代表のアシスタントコーチを務めた。その後は、各年代のフランス代表監督を務め、2004年に、レーモンドメネクの後を継次 U-21 フランス代表監督に就任した。2004には、ポルトガルとのプレーオフに敗れ敗退。2006年は本戦に出場し、 準決勝で敗退。2007年は、イスラエルとのプレイオフで敗退し、UEFAU-21 欧州選手権2009の予選終盤に、成績不振で更迭された。2009年からリーグワンに昇格したばかりの、モンペリエ HSC の監督に就任し、昇格初年度で5位と大躍進へと導き、UEFA ヨーロッパリーグ2010から11の、 出場権も獲得した。しかし、2010から11シーズンは、オリビエジルーが12得点を挙げながらも、チーム全体は深刻な得点力不足に陥り、20チーム中14位と低迷し、総得点は、リーグワースト2位の32得点に終わった。当然ジラールにも、解任の噂があったが、2011から12シーズンも、続投となった。そしてその期待に、 見事答える形で大型補強を続けるパリ・サンジェルマン FC の追い上げを交わし、モンペリエを初の栄冠に導いた。ありがとうございます。